イエーイ、ゆきつんの MC 苦手克服第6弾。はい、今回のテーマはレナピョンです。はい、モンスター MC に勝つということで、はい、お題が届いております。やったやった、モンスターって言われてる、ね、そう、モンスターって言われてる、ね、あ、でも妖怪に似てるって言われたことあるから大丈夫やと思います。いいの、それはいいの、いいよ、言われていいの、うどん妖怪、そう、うどん妖怪全然かっこよくないんやけど、かっこいい。なんで今日、もう今の時点でも負けてんねんけど。大丈夫大丈夫。なんでそんな今日片言なん？なんか最近日本語が喋れなくて、そう、日本語が喋れなくて、そうなんです。どうしよっかね、どうやって勝ったらいいんやろな。勝ってみて。じゃあ日本語、ね、今日日本語やばくない？戦おう。どうやって戦おうか。じゃあ。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はうどんです。つるつる、ゆきちゃんの好きな食べ物は何ですか？白米。白米、両方炭水化物だからまあ仲良くはできますけど、ね、あ、よろしくよろしくよろしく、ゆきちゃんよろしく。みたは、みたは、みたは、え、みたは、みたの好きな食べ物、うん、リアルにアイス。あー、でもな、うどんアイスってあんねんで、うどんアイスって、お、仲良しや。そう、なんか好きなうどん屋さんがあんねんけど、そのうどん屋さんのうどんアイスっていうのがあって、めっちゃ美味しいの。じゃあ今度みんなそれ食べに行こう。食べに行こう。オッケー。食べに行こう。そこでもう一回挑戦するわ。イエーイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。